2021年10月、6代目山口組系組員の島田和春、54歳、ハワイアンバーのオーナー、本橋淳也、ほか、男女計7人が、傷害の疑いで逮捕された。容疑は、2016年3月18日に埼玉県川口市にあるハワイアンバーで、従業員の伊藤隆盛さん、当時24歳、に殴る蹴るの暴行を加えた疑いである。被害者の伊藤さんであるが、5年ほど前から行方不明になっており、2018年12月頃に伊藤隆盛さんが複数人に暴行され遺体が遺棄されたという匿名のタレコミがあり、警察は伊藤さんの関係者を調べ、金銭トラブルのあった島田和春を中心に捜査を続け逮捕に至ったのである。島田は取り調べにて伊藤さんを暴行したことについては認めたが、命は奪っていないし遺体遺棄もしていないという。そして肝心の伊藤さんの行方もまだ分かっていないのである。なんとかして逮捕者から伊藤さんの居場所を聞き出そうとした矢先、主犯格である本橋が勾留中に遺書を書いて留置所で自決。逮捕者からさらに事件を追及して聞いてみると、暴行して動かなくなった伊藤さんを巨大な冷凍庫で4から5日冷凍し、魚をミンチにする機械にかけ残骸置き場にばらまいたという供述を得た。伊藤さんが見つからないのも当然であった。日本犯罪史でも屈指の残虐さを誇ると思われる事件。一体何が起きていたのか。被害者の伊藤さんは事件当時都内の小さなアパートで一人暮らしをしていた。近隣住民によると挨拶もしっかりしていて、近隣の高齢者にも重いものは運びますよと声をかけるような好青年だったという。しかしそれは表向きの顔で、裏では川口市で活動している札付きグループの末端に身を置いていた。このグループのリーダー格だったのが島田和春と本橋淳也である。島田らはハワイアンバーのオーナーで、伊藤さんはそこで働いていた。島田は部下への当たりが強く、理不尽な命令を下すこともよくあった。日頃から彼らはオレオレ詐欺や空き巣など犯罪行為で生計を立てており、活動エリアも埼玉を中心に東京の下町まで広がっていた。そもそも好青年だった伊藤さんがなぜ島田のような犯罪グループに入ってしまったのか。伊藤さんは家庭環境が複雑でヤクザまがいのことをしていた。しかし組織を抜けて更生しようともがき、とある宗教に入信。更生の道を歩んでいたが、その宗教では婚前交際を禁止しているにもかかわらず、年上の女性と交際しているのがバレてしまい追放されてしまった。再度我の道に戻った伊藤さんがたどり着いたのが、島田や本橋がオーナーを務めるハワイアンバーである。ここで伊藤さんは島田さんにいいようにこき使われていたが、あることをきっかけに激高されてしまう。伊藤さんは島田の娘と付き合っており、娘さん名義の携帯を使っていたが、別れた後もその携帯代を支払わず島田が激高。この件がきっかけで暴行に発展した。暴行というよりは拷問であり、壮絶を極めた。度数の高いアルコール、スタンガン、カミソリ、ガスバーナー、こと切れた伊藤さんをどうするかということで、埼玉県の市場にあったマグロなどを冷凍する大型冷凍庫に入れて凍らせる。その後にマグロ解体機にかけてバラバラに処理した。警察は島田たちの証言からこの解体機を徹底的に調べた。遺体自体は見つかっていないものの、機械に残された DNA などが伊藤さんのものと一致したことから遺棄の際に使用されたと断定。しかし伊藤さんがいつ誰にどのような方法で命を奪われたかはもはや断定できなかった。供述をもとにすれば、遺体の遺棄を指示したのは本橋。舎弟を数人連れてきて、その中に魚市場で働いている男がいることを知っていた本橋は段ボールを買ってこさせて大型冷凍庫に搬入。
そして機械にかけてバラバラにさせるよう命令したのであった。普通の感性であればこんな恐ろしい発想はできない。射程の供述によると本橋は覚醒剤の常習者だったとのこと。伊藤さんに暴行してこと切れた後、異常な興奮状態にあった本橋は一旦姿を消して戻ってきた時に冷静になっていたところを見て、たった今薬を入れてきたんだと分かったという。遺体は見つからないまま、そして主犯格の本橋が自決して不在のまま裁判は始まった。島田は行き過ぎた暴行は認めるが命までは奪っていませんと供述。弁護側も現場にいた他の仲間らの証言が食い違っていて行為の認定は難しく不十分だと主張した。犯行に関わった者たちの供述も島田がやった、本橋がやったと曖昧ではっきりしない。うやむやのまま状況証拠から判決をするしかない中、裁判長が島田に下したのは求刑通りの懲役20年。暴行の口封じのために伊藤さんの命を奪うことを決めたと指摘し、被害者を人とも思わないような尊厳を無視した残忍で無慈悲な犯行と非難した。伊藤さんの遺体は見つからず、立件まで5年以上もかかっていたこともあり、死体損壊遺棄については時効が成立しているため、遺体の解体に加わった関係者らは罪に問われることはなかった。あの世に逃亡した本橋にしても、覚醒剤の常習以外に栃木宇都宮で男性宅に押し入り、宝石などが入った金庫や腕時計計500万円相当を奪うという強盗致傷事件、福井市の男性を乗用車に監禁して市内を連れ回しながら金属バットで殴り尾骨を折るなどの怪我を負わせた逮捕監禁致傷、大麻を譲渡した罪などでも逮捕されたことがある。本橋もどうしようもない人間だったのだ。端的に言ってしまえば、今回の事件はヤクザの娘の元彼に激怒したヤクザが壮絶リンチして命を奪ったというものである。こういった事件では遺体は最も重要な証拠とされるものである。過去にも遺体なき事件は起きており、警察の執念の捜査により立件できた事件は少なくない。迷宮入りにさせなかった警察の方々には本当に頭の下がる思いである。また伊藤さんが更生しようと宗教に入信していた時にお世話をしていた男性がいた。彼は伊藤さんのこれまでの境遇を不憫に思い、生活上必要な契約をする際には保証人にもなってあげていた。もうこの世にいないと分かった時は非常に残念ですと悔しそうに語り、続けて彼には真っ当なごく当たり前の幸せを味わってほしかった。彼は夢とかそんなことを語ることはなかったんですよ。今を生きることでいっぱいで視野が狭くなってしまっていたから。彼の生きた24年は何だったのか。家庭が複雑で学校も行かず、かわいそうで仕方ないですと述べた。我の道を断ち切れなかった伊藤隆生さん、本来は人懐っこくて素直だったとのことであるが、幼い頃からの壮絶な境遇が彼に我の道以外の選択肢を与えなかった。島田を見てもわかるが、やはりヤクザというのは本当に恐ろしい人種であることがわかる。関わったが最後伊藤さんのような仕打ちに遭うことも珍しくない。携帯代を払わなかったという理由で民事にされてはたまったものではない。令和になってもこんな恐ろしい事件は起こる。人間の本質的な闇はいつの時代も変わらないようである。